りあえず石に関しては1000個持ってきました。これで引きたい。正直残したい。これで石残していきたいってやつです。よし、とりあえずまあうん、まあまあ初手星4霊槍はこのガチャは結構出やすいから、まあ特に何も思わない。なんだこれ、リンが出て優雅になるから、いやこれは勝ちですこれは勝ちです。遠い目もうでしょっぱなからなんかん？おー、びっくりしたー。今金の、ま、金だったからさ、俺無印結構期待しちゃう人間だから、来たと思ったらバーサーカーだった。ちょっと輸液ずれてたな、怖っああはあはあはあっていう。あ、で、このガチャに関しては、概念霊槍のピックがないので、カレイドスコープとかも出やすくなったりしています。まあ、あくまで出やすくなってるだけなんで、必ず出るわけではないです。そこだけ注意してください。そう、まあ、わかるんだよ。なんか最近俺も割とスキップを乱用したりするから、スキップのやつっていうのは結構やったりするんだけど、なんか、スキップしたらどうなるかっていうと、なんか秒で溶けちゃうんだよね。秒で溶けちゃって、なんか残ったものがなんか残念なやつだった時に、なんかもうちょっと楽しめたって思うじゃん。思うじゃん。思うよねっていう、まあそういうお話なんですよ。え？なんでバーサーカー？バーサーカー来すぎやろ。いや俺そんな今日強化してないんだけどな。まあフランちゃんとペンちゃんありがとうございます。次ぐらいで終わりかな目覚め前か。やっぱ星5概念霊槍の出俺圧倒的にいいな。まあまあまあまたか。お前ガチャ、もう一個前のガチャ動画でも出たぞ。割とピックアップ仕事するかしないかは。また出た。俺は過去の歴史をもう永遠と継ぐ。ラクシミありがとうございます。なんかなんだろう、なんか本当にカレイドスコープ引けるんじゃないかっていうちょっと希望が湧いてるわ今なんか星5概念レースをとりあえず1枚ずつ当てていこうキャンペーンでもやってるのかなっていうぐらいに、なんか星5概念レースをめちゃくちゃいい感じで出てるからすごい引きいいと思う。あんまあお着々と星5レースを1枚ずつコンプしていこう企画が始まってるぞ本当に。で、ここであえて10連を引かずに予備符を引いていく。これ乱数調整です。ライダー出たっていう、まあ、銀だけど、銀だけども。まあ、乱数調整これで OK だね。マジでいろいろあるからな。やべ、あとで何連かっていうのを数えるの忘れて、まあ、いいか。いやー、概念霊槍の出はすごいいいんだけどね。いや、ほんと概念霊槍の出、鬼ほどいいな。概念霊槍の経験値霊槍作りで言うと、結構コストパフォーマンスいいぐらいに溜まってるじゃんっていうレベルなんだけど、違う、そうじゃないだからな。一回タイトル戻ってみるか。
マジで外伝連想でいい。マジでよく。え、星4連想出すぎやろ。なんかどうせだったら全部星4連想とか見たいなって思ったら星3連想出るっていうね。え、出すぎじゃない？やばい、これは本当に一回タイトルに戻って深呼吸するっていうのが大事な気がしてきたな。冗談抜きでライダー、けどライダーの手は良くなってんだよな。バチバチしないけどね。よっしゃー、危ねーセーフ、よかったー、世界戦回来でよかったー。ランスよ、ちょっと待って、これすごいな、この引きやばいな。やっぱ俺スキップ今日向いてないかもしんないな。うわぁ、冷蔵は多いね。おぉ、まあちょっとね、そうね、まあ禁煙室だからね、期待しちゃったけど、まあそうよね、そんなもんよね。うん、そんなもん。どうもかけださん、お久しぶりです。うわー、アトラスちょっと待って、すごいな。マリア・アントワネット、ありがとうございます。そう、これが怖いのよ、2回目が怖い。うわー、ラクシュミー、レオン。なんでだよ、ピックアップとは何ぞやっていう。おおお、ラクシュミだね、次こそは。ああ、よかったよかったよかった。あ、白聖、確かに白聖杯紀元団とかそこら辺も引けてないか。ラクシュミとレオンくんちゃん、ありがとうございます。これが一番ダメージ。そうだね。嬉しい。まあまあまあ、ウィッチクラフトは、まあ、冗談抜きで嬉しい。ただあの概念連想の出が本当良すぎてですね、良すぎて、まあもうコンプしちゃおうかなって気持ちなんですけど、心はもうコンプ気味ですよね。おほおお、うわあ、びっくりしたー、ラクシュミー。あ、孔明さん、そっちの孔明さんじゃない。あ、欲しいリズムのバースがいっぱい来てる、ありがとう。なあ、まあ、たまに目をケアレスーケアレスー、スキップが怖い。ほら来ちゃったよ、リミテッドゼロオーバー、もう来てるよ。もうなんか全星5レースをコンプします企画みたいなになってるじゃん、もう怖いよ俺。エソテーブルな気するな。火炎男爵忘れてる。おー、いや違う、この金エースは喜べないんだよ、だいたいセイバーの確率が高いんだ。違う、そうだ、俺バーサーカーの確率高かったんだ、忘れてた。そうだ、金エースだからといってセイバーが来るわけではない、俺はバーサーカー率が高い、そういうことだ。そういうことだ、どういうことだ。なんか今回リズムのバースが思ったよりいっぱい出てくれるから、ちょっと気持ちの上では嬉しいけど、
違うそうじゃないだね。なあペンちゃんありがとうございます来た来たわ、そっち来たわ、ロールケーキが来たわ。多分バーンって音がなくなったら見ていい証拠だと思う。まだだな、終わったぞ音声出るんかい。あ、押せてない。ま、みんなには黙ってたんだけど、これライネス宝具5にするっていう企画じゃなくて、本当は星5概念レースをコンプしようっていう企画だったんだよね。みんなには言ってなかったんだけど、まあ、そういう企画だったんだよね、本当は。本当はそういうやつだったんだよね。もうみんなはわかんないかもしれないけど、これって結構もう深いお話で、もう冗談抜きで泣きそうな気持ちになってるんだけど、もう俺の心今ちょっと今割と泣きそうで、もうちょっとダメージが大きくてね、本当に本当にちょっと大きくて、もうそろそろ本当にちょっとどうしようかなと思って、配信ブッチして逃げようかなっていうことを考えてるんだけど、なんでまあつまりね、そうなんですよね。あとちょっとね、引けば当たるんで、ちょっとまあ頑張ろうかなって思ってるんですけど、そうタイトル詐欺してたんだよ本当は。本当はね、タイトル詐欺するの申し訳ないなって思ったんだけど、なんかまあ本来だとこういうやつで、つまりそういうことになってて、そうなんですよ。あります？俺の心が憎悪にまみれた。あ、以心伝心。初めてロボと仲良くなれた気がする。かけだなんでだよ、どうして。どうしてそれは。ワンちゃん、これだけスクショして、なんか10連でこれ出ましたってツイートしたよ。それだったら勝ちだよ。心が重いな。来ちゃった。本当来ちゃった。あ、来ちゃった。もう悪くなった。もう本当にダメだ。もうダメだ。もうダメ。もう全部の星5レースを俺引ける今。俺は今全部の星5レースを引ける。どうしてなんでしょうか。さっき俺の手元には1000個の石があったはずなんだ。なのに今残っているガチは40。どういうことだこれは。いらっしゃいマスター君、カタログはこっちだよ。退屈がてらおすすめアイテムを紹介していい？黒い黒いよ。なんで黒へ噛んだ。予備符は途中。はあ、どうしよう。いくか。石は使わないからもうこれでいいよ。うわ、めっちゃある。今びっくりした。バイプッシュだ。あ、ちょっと。Shoot, shoot, shoot.